ご視聴ありがとうございます。今回は秋に植えたパンジービオラ大きくなっちゃってどうしたらいいのっていうことを社長に説明してもらいたいと思います。お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。前回はこのゼラニウムね、連続で撮ってます。いつも今日は何本あげてるの？ 5 本5本ぐらい撮ってます。5本連続です。結構ね、今僕忙しくて、そうこれはちょっと余談になるけど、昨日ね、まず最初に京都行ったので、京都にまあね、香川県のオリーブがね、何本ぐらいかな、60本ぐらいかな、ドーンと一番届いてファーっていったわけね。バンって積んでね、積んでさあ岐阜農場行こうと思ったわけ、はいね、で京都から岐阜農場に行くのはこうね、名神をずーっとこう行って、前原からこっち名古屋静岡方面に行くと、その途中に岐阜があるよね、はい、なんてか知らないけどナビやんやんで、僕ねずーっと頭考え事多いから、車乗ってる時って結構考え事してるんですよ。ナビ必ず入れるんですよ、うん、なぜか知らないけど名古屋の市場を入力してた、はい、で自分では岐阜の農場をナビで入力したつもりやった、はい、わーっとね、京都から岐阜ってなかなか行かないから、あ、なんや今回近道ねえなーと思ってこう走ってったら、なんでか知らんけどいつも通らん道走ってるよね、はい、俺と思ったらパッと見たら観覧車遠いとこから見えてきて何これと思ったら、あれなんやね、長スパ、あ、長スパ、三重県の長スパが見えてきたのえ、なんで俺こんなとこ走ってるんやなとかと思って、あれでパンとナビ見たら名古屋の行き先が名古屋の一番になってたのつまりどういうことかったら、京都からぐわーって遠道して岐阜行ったの。めっちゃ遠回りして3時間ロスしたやば。で岐阜と着いたらもう夜で、岐阜今ね修理してて電気がつかんの、はい、もう真っ暗、はい、で真っ暗の中でシャッターファッター部分だけ電気つくんやけど、台車だけ下ろして、で昨日実言うと、ね、車中泊トラックでね、まあ僕のトラック後ろで寝れるでいいけどね4トン車でね、後ろでクーッと寝て、結構夜中、いつも僕4時ぐらいに起きるんですけどめっちゃ寒かった、うん、まあ話ずれましたけど、はい、まあね本当に横ずれしましたね、はい、はい、ごめんなさい皆さん全く関係、まあそういうねアホな話も大事でしょ前回はこのゼラニウムを説明しました、はい、でタイトルの通りビオラですね。皆さん、秋皆さんビオラを植えたでしょ。やっぱ秋のビオラってめちゃくちゃいいですし、春のビオラ結構少ないです、うん、本当にね出荷めちゃくちゃ少ないです。でやっぱ皆さん生産者秋に出荷します。11月12月に、春結構見てないね、はい、でこのビオラね、皆さんねこれからね、ここ福井じゃないですか、地面に植えていいですよって言ったでしょ、はい、植えるともこってなりますから、もうそろそろもこってなりますから、もう前もって言っておきますね。これ土だと思ってください。これはもこってなりますから、はい、これは越冬したやつです。やっぱり越冬してるからバチバチバチって出るんですよ、ね、これ雪の下になってないです。でもずっと外ですよ、はいね、マイナス1度マイナス2度っていうと、まあ、ピンチ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 ってやってるとこんな感じ、もうそっけ。これね秋こんなに花咲かないんですよ、はいね、でもその秋に買ったビオラは寒さこらえると一気に花咲くんですよ、うん、でうわっと伸びるタイプやらこんもりするタイプやらとかあるんですけど、皆さんこっからです。今切らなくていいですよ。ある程度大きくなったら覚えておいてください。ビオラの切る場所ね、皆さんちょっとねええと思うかもしれないけど、これね目切りばさみ、これ皆さん買っときね。これいいやつなんやけど、ここが赤いやつって1200円ぐらいで売ってるね、はい、うちはちょっと売ってないんですよ。ここがね赤いやつ売ってて、刃先はこれ目切りばさみ。こういうふうな細かい作業する時には絶対にいいから、絶対買っときね。これクラフトチョキっていうやつ売ってるの、ここにギザギザついてて園芸用のこんなハサミもあるんやけど、これ1200円ぐらいで買えるよ。これはかん、これ8000円ぐらいするよ、はいね、これ俺のやけど、これ革でできててね、でやっぱりねちゃんとしたの買おう、はい、先とんがってて細いやつね。でもこれは絶対太い枝切ったら折れるでね、はい、こういう草物を切るときにいいからね買っていてください。で必ずね皆さんね細かい作業するときにちょっと面倒くさいかもしれんけど皆さん毎日毎日ガイドニングできないじゃないですか。で2週間か3週間に1回ぐらいしかしてないっていう人多いと思うんですよ、ね、こんなハサミパッと見た時に錆びてると思う、うん、絶対錆び取ってください。あれ鉄分が含んでて鉄分がこの中に入るとあまり良くないんですよ。金属の鉄分が、うん、必ずそこもちょっとおかしくなるんで必ずね1回ね洗い落としてくださいきれいに。でもしそれでももうちょっとね繊細なものをちょっとねもう繊細なものを作ってる人は炙ってください火でわーっとアルコール消毒でもいいですから。でこういう草花系やったら拭くぐらいでいいですね。あれでいいです。消毒今コロナのあれでやるのはあれアルコールですからね。であれでパッとやってって切るとこ見せますね。切るとこわかりました。大きくなってると思ってください。これがもう地面にそう埋まってたら大体ね皆さんねここの上に花芽がついてようとついてなくても関係なしで切ります、はい、まだまだつぼみついてるじゃないですか。ここら辺のねうわここら辺のこれつぼみですよこれ、はい、ついてると思って残さない、はい、で大体半分ですこれね大体ねもうどこでもいいんですよ。いい感じの大きさになったらってどんぐらいですか。これくらいボコンもっとなったらそういうので判断すると難しいんやけど風が吹いて雨が降るとバタンって倒れてまう、もうあれってね大きくなりすぎると雨とかで耐えれんのよね。カタンって雨降るとベトンってあれって何回も同じ作業になるからそのうちにここのところが倒れたりばっかするやろね、雨降ってこう重みでこうなったり風吹いてビューってなるとここがもうダメになってもここ根元パッもう本当にダメになる。つまりどういうことかって言ったら大きくしすぎるとダメなの。風吹いたり真ん中で切るといいわけ。それが3分の2でもいいよ、ね、いいの皆さん自分で大きさ決めてその環境によって決めてぎゅうぎゅうなってたりね、隣と隣の間がぎゅうぎゅうになっててお狭いと思った時にはカット、はい、ここの部分だけね。だからどうでもいいね。でも絶対したらダメなのは根元から切ったら絶対ダメ、はい、これは絶対に腐るだけね。でもうどこでもいいから半分で切ってくださいね。こういうふうにね。でこれを切ってねで必ず切って処分してくださいね。で切ってしばらくすると3日間か4日間ぐらいすると切ったところが分かるようになってくるからこういうふうに刃先こういうふうにこれ前に切ったやつなんですよ、はい、色ちゃうでしょ、はい、ね。でこういうのをまた小切れに切り直すっていうだけ。また切るんですか。根元からなんかめっとくさいじゃないですか。僕の場合ねそのままほっといてもいいんやけど根元からこうやって切り落としてくださいっていうことです。ちょっと電話邪魔やね。はいね。でそういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにして一個一個ねしばらくしてから細かい枝ねこういう、ね、横枝っていうところからは分岐出てこないんですよ。太いところから分岐していくんですよ、はい、それを覚えておいてください。でその時にこの黄色いやつ絶対落としてください。こういう黄色い葉っぱを全部落とすんですよ。そうすると今どういう状態になってるかっていうとこれ今ね土に埋まってないんですけど、ね、土に埋まってなくてもできてましたからね。どんな状態になってるかって言ったらこれね根っこがねもっとしっかりしてるんですよ。これ地面に植えてた場合は、うん、真っ白でしょ健康でね、はい、ね。でこれ土には大きいポットに埋まってる場合はもっと真っ白です。もう超健全なんでねうわーってなるんですよ。で皆さん例えば11月とか12月に植えてよく見て考えてくださいね。もしも11月に植えたとしますよね。11月12月123でもう5ヶ月間生きてますからね、はい、よく考えてください。これがよく言って5月までなんですよ。でも皆さんね、うん、今やっても2ヶ月間もっかってなりますから5月いくかな4月。そのね今で言うと1ヶ月間がもうずーっと咲いてるんですよ。だから秋植えてくださいって言ってるんですよ、うん、だって秋に植えたら秋にもう1ヶ月から1ヶ月半ぐらい楽しめてるんですよ。だから一年草っていうのはすっごい長いこと楽しめるんですよ。で皆さん出根草いいって言ってるけど出根草は毎年出てくるけど花が咲いてる時間短いんですよ。だから僕は一年草をおすすめしてるんですよね。ぜひ皆さんね、一年草を植えてください。はい、で皆さんやっぱりね、宿根草とか、例えばオーストラリア産の樹木系とかもすごい人気あるんですけど、ああいったものの中に一年草を植える。皆さん絶対ね、僕があんまりおすすめしないガーデニングっていうのは宿根草だけでやる人です。でこれは正直な話、莫大な土地持ってる人です。やっぱりね、莫大な土地持ってる人っていうのは宿根草をわーってやって、宿根草ってね結構伸びるんですよね。で宿根草って結構花屋さんで売られてます。そのお花って綺麗なんですよ。でも背丈が大体60センチから80センチぐらいになるんですよ。でこう風になびくんですけど、こんなちっちゃい庭にこんなとこモコってなっても風が吹いたらバタンなんですよ、ね。ああいう背丈がわーっと伸びるものは群衆で植えないとダメなんですよ。で群衆で植えるとどうなるかっていうと、木がたくさんあるとこね、木が風をこう止めてくれるんですよね。その下に植えてくれるのだから、皆さんのお庭に木がたくさん埋まってるならいいんですよ。だから風がわーっと来てもその木が暴風林になって下の草花が倒れないっていうやつです。はい、でやっぱりそういったところもあるんですよ。宿根草って綺麗になるんだけど背丈が伸びる、伸びてるから綺麗なんですよ。で一年草ってあんまり伸びないんですよ。伸びてもこれくらいとかね、伸びるものもありますよ。だから風が吹いてもまだいいんですよ。だからぜひね、皆さんね、3月4月とかもぜひ一年草植えてください。で秋はどっちかっていうと宿根草がたくさん出回ります。はいね、そういったことで、皆さんね、これから、ビオラちょっと大きくなったよとか、なった方は思いっきり切ってください。まだいいですよ、まだいいですよ。切るのは4月ぐらいかな、4月の中旬前ぐらいかな。じゃあ今まだビオラ売ってるじゃないですか、はい、はい、それを買った人はどうしてる？あ、いやいや、それも大きくなるよ。でもカットした方がいいですか？秋より強くならないっていうこと。なぜかっていうと、春は次来るのは夏しか来ないんですよ、はい。で皆さん、僕言ってるじゃないですか、植物にとって一番嫌なのは梅雨時なんですって、うん、はい。高温多湿が一番嫌なんですよ、草花系は。亜熱帯植物は違いますよ。亜熱帯植物は高温多湿が大好きなんですけど、草花系に関しては高温多湿が一番嫌なんですよ。いつか知ってますよね、梅雨です。だから、はい、春のガーデニングっていうのは梅雨が近づいてきてもんですよ。秋のガーデニングっていうのは皆さん分かります？秋のガーデニングは梅雨までまだまだ時間があるんですよ、うん、でも雪降ってまうんですよ、はい。だから一番いいのはやっぱりね、どっちでもいいですよ正直言うと。で宿根草はなるべくなら秋植えたまたい、寒さにこらえる、はい。一年草はどっちかっていうとオーソドックスな、例えばビオラに関しては絶対に秋植えたまたい。だから春、それお客さん知ってるから春あんまり買わないんだよ、うんね。でビオラとパンジーって言ったらどっちの先に出るかったらビオラなので、ビオラの次にパンジーが売れるからね。でビオラもすっごい今いい色が出てますんでね、またね、こうなんていうかな、色を楽しめるんだったら絶対ビオラにね、いろんな色があるし形もあるし、あと遠いとこから見てもわーって小花がわーって咲くからボリュームある。だからそういった時が楽しみなんでね、皆さんぜひね、玄関先に置いておいてください、植えて。なぜかっていうと、こう車乗ってるとやっぱお花がね、こう両脇にあるとめちゃくちゃいいですよ、ほんでね。卒業式の時にボンとお花あるのとないのとちゃうでしょ、はい、ね、大の院ね、小学校だとバーッとあるのとね、あれが皆さんなんか最近ね、本当にね置いてないね、車に乗ってても、今は福井は仕方ない雪やからね。でもやっぱ僕県外出張行っててもあんまり植えてない、ちょっと残念やなと思うね。だから皆さんね、もうお庭の上にこんなんでもいいんですよ、寄せ植えっていうレベル高いことしないでくださいって。僕あんまり寄せ植えいいんですけど、いいよ、いいけど、まず最初に初心者は絶対にこっちを買う。こういうなの買って1ポット2ポット3ポットって置いとくだけで全然違うから、もう絶対そっち、喧嘩しないし、はい、寄せ植えは成長スピード全く違うから、ピンチ技術もいるの、剪定技術もね、はい、ぜひ皆さん、これからの時期春のガーデニング楽しんでください。土作り、植え替え、あと病原菌対策、肥料です、覚えておいてください。もう今はとにかく植物選んでください。土作りですね。土作り、次に植物選んでください。で、次に肥料です。肥料ね。肥料を与えるのが4月から5月。その次に病原菌です。ね。梅雨前に病原菌、5月ぐらいから病原菌きますよ。虫対策っていうのを皆さんにお伝えしますんでね。これは観葉植物の皆さん同じです。はい。で、次にね、春になってきたんで、とにかく皆さんね、ガーデニングしたりとかね、緑を楽しんでください。以上です。ありがとうございます。